バカって言うな、アホって言うな、内藤優奈。はい、始まりました優奈の部屋。この番組は東邦学園専門学校放送芸術科ティーチングアシスタントの内藤優奈がいろんな、ことを配信していく番組です。今回のゆうなの部屋はいろんなゲストの方からの相談を私内藤ゆうなが解決しちゃう、題して黒ひげ人生相談。イエーイ。黒ひげ危機一髪をやりながら人生相談を黒ひげが飛ぶまでやりたいと思います。ということで最初のゲストの方をお呼びしました。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速自己紹介お願いします。はい、放送芸術科 2年の倉田慎吾です。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではやっていいんですかね。じゃあ、はい、はい、じゃあ質問の方お願いします。今2年生になって、はい、もう来年卒業なので、はい、就職を控えてるんですけども、ちょっと就職先に悩んでまして、私に聞きますか、はい、それをゆうなさんに相談したきなと思いまして。わかりました。私が解決しましょう。それでは始めましょうか。お願いします。受けてるんですか。何社か、はい、面接もしたり、はいはい、受けてはいるんですけど、まだまだ内定もらえてないので。あ、なんか、まあ、いっぱい受けた方がいいんじゃないですかね。ゆうなさん就活してないんですか。したこと。いや、しましたけどあんまりしてないんですね。就活の時のコツとかってどうしたらいいですか。コツ、はい、面接の。あ、面接とか、履歴書でも。わからない。受かったことがないから。ゆなさんも受かったことないですか。いや、てか、そう、受けてないからね。あの、人生で一回も。いっぱい受けて、はい、受けたら、なんかやっぱり、びっくりした。じゃあ終わりです。なんで、まとめるといっぱい受けて見たら、はい、いっぱい受けたら絶対どれか受かるから、はい、数はうちは当たると、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いての方はこちら、どうぞ。どうも。いらっしゃいませ。ちょ、スタッフ、スタッフ転んだんだけど、スタッフちょっと、すいませんね、はい、うちのちょっとスタッ フしっかりしてや。はい、はい、ごめんなさい。じゃあどうぞ。放送芸術科2年 DB クラスの玉木一世です。よろしくお願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか、おケツは。いや、全然大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと体強い方が。よかったです。はい、じゃあ何ですか、質問は。彼女欲しいなと思って、はい、どんな人は彼女できるかなっていうのを、はい、その全男子に好かれてる内藤さんに、はい、はい、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、どんな人は彼女できますかね。どうですかね。やりましょう。じゃあやりますか。どうぞ。どうしたら彼女ができるか。どうしたらできますかね。やっぱり顔ですか。やっぱ顔。うん、そう。顔ですね。顔ですか。黒ひげがそう言ってます。電話します。はい、さよなら。ありがとうございました。じゃあ続いてのゲストお願いします。どうも、お願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、放送技術科2年の DA 矢野です。お願いします。お願いします。じゃあ何ですか、相談は。ずっと小さい頃から悩んでるんですけど、はい、お化け屋敷行きたいんですけど、はい、ちょっとお化けが怖くてどうやったら行きますかね。うちお化け屋敷マジ無理なんだよね。なんか、無理なんですか。やる、刺しますか。じゃあ、そう、なんか無理なんだよね、お化け屋敷。そうなんですよ、うちも怖いんですよね。怖くてさ、だからなんかねえんすか。叫んだらいいと思う。なんか叫んでおけば、はい、なんか相手のお化けも人間だから、やっぱり叫ぶっていうことと、叫ぶ、うん、はあ、あとは人の後ろに隠れる。人の後ろに隠れる、そうっていうのと、走る。走る、うん、っていうのができてれば、おお、わかりました。
はい、じゃあ叫んで走ります。はい、それでは解決です。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。はい、それでは続いての相談者の方お入りください。どうぞ。お願いします。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、松本美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ相談何ですか。はい、今までの人生で一度も彼氏ができたことがないので、はい、彼氏が欲しいです。専門入ってチャンスじゃん。はい、だからどう、なんかいい人いない。まだ出会ってないですね。まだ出会ってないか。はい、じゃあどういう人が好きとかある。清潔感がある人です。あ、はい、大事だよねやっぱ、はい、あと料理ができる人がいいです。あ、はい、あのさっきあの彼女が欲しいって言ってきた人が相談者でいたんだけど、はい、この間料理してた、はい、なんか餃子作ったとか言ってたんだけど、どうかな。餃子好きです。あ、好き、はい、飛んじゃったんだけど、あの玉木一世って言うんだけど、はい、あのなんかこういう顔してるなんか、はい、あのいいと思う。すごい、紹介しとくわ。はい、お願いします、はい、じゃあみゆちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って作ろうね、はい、頑張ります。バイバイ。続いての相談者はこの人です。どうぞ。めいおばさん大丈夫か。めいおばさん、スパイダーマン見たことないんだ。スパイダーマン見たことないんですか。はい、ごめんなさい。どうも、はい、ピーター・パーカーです。よろしくお願いします。お願いします。ニューヨークから来ました、深夜の隣人です。はい、じゃあ質問どうぞ。はい、最近ちょっとね、女の子と話すのが恥ずかしいのよ。はい、女の子とはどうやって喋ればいいのかな。それは、はい、普通に喋ればいいんじゃない。あ、普通に、うん、普通が分かんないのよね、ピーターは。だって今喋ってるじゃんどうも、東邦学園専門学校2年、名取俊と申します。女の子と喋るのが怖いです。女の子が怖いです。女の子が怖いんです、内藤さん。だってじゃあ、はい、ピーターはこれで失礼するよグッバイ。それでは続いてのゲストの方どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、自己紹介お願いします。はい、東邦学園専門学校放送芸術科2年 DA の斉藤しずくです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速しずくちゃんのお悩みは何ですか。はい、周りの人に、はい、うまく生きてるように見せるコツが知りたいです。生きてるように見せる、やりましょう。なんかゆうなさんとか絶対インスタとかいっぱいやってて、うん、インスタあんま上げないもんね。インスタも上げないんです。私インスタとかツイッターとか苦手なんです。まあ楽しそうには見えるよね。うん、あのストーリーいっぱい上げる人って、イエーイってやってる人たちが羨ましい。やってみればいいんじゃないですか。やらないです。じゃあ今やる、これで黒ひげなうみたいな。黒ひげなうやる？やります。やる？撮りましょう。あ、じゃあこういう感じでやるんだよっていうのを。こういうエフェクトをつけるのがやっぱり大事になってくるので、こういうエフェクトをねつけていきましょう。はい、いくよ。黒ひげナウイエーイ、イエーイ。何これ。こんな感じでやっぱストーリーを活用していくっていうのは、はい、まあ、あの日常生活で何でもいいから、はい、あのコンビニ行ったとかアイス食べたとかやっぱり充実して見えるかなって思います。インスタ使ってこう、桃太郎。はい、はい、ありがとうございました。こんな感じで行きましょう。じゃあね、バイバイ。それでは続いての方どうぞ。はい、お願いします。お願いします。お願いします、はい、自己紹介お願いします。はい、放送芸術家 2DA の菅原慶です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、今回の相談は何ですか。今回の相談は、親知らずが生えてきてしまいまして、はい、これ親に言うべきか、はい、言わないべきか、はい、どうしようかなと思ってまして、ちょっと質問の意味がちょっとよくわからないんですけどどういうことですかね。これ言っちゃうと、はい、親知ってるになっちゃうじゃないですか。
もう言っちゃって親知ってるにしちゃった方がいいのか解明した方がいいのかっていう話なんですけども、なるほど、難しいね、はい、とりあえずやるか、いきます。そもそもあれって、はいはい、あの親が知っちゃいけないんですか。いやだからそれ親知らずなんで、はい、言っちゃうとあーあああ終わりです。ありがとうございました。じゃあ親には言わない方がいいんじゃないですか。わかりました、はい、じゃあ親知らずのままで、親知らずのままで、ありがとうございます、はい、さよなら、ありがとうございました、はい、さよなら。はい、それでは続いての方どうぞ。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、 DD クラスの小澤優奈です。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんなお悩みがあって、はい、最近食べ過ぎてしまうんですけど、はい、どうしたら食欲が収まりますか。あー、それはうちに聞くことではないなあの、じゃあとりあえずやりましょう、はい。めっちゃわかるんだよね。うちも本当に毎日毎日、はい、食べてしまって、本当にやばいよ。やばいですよね。そう、でも止められないじゃん。止められない。その食欲っていうのは、はい、やっぱり食べた方がいいと思う。なんか好きにね、やっぱり、はい、好きな食べ物は何ですか。アイス。アイス、わかります。めっちゃ好き。アイス大好きです。もうね、アイスがないと生きていけないんだよね。わかります。毎日1個は絶対食べます。そう。まあご飯は食べよう、はい、食べた方がいい。食べます。絶対食べよう。食べます。じゃあありがとう。ありがとうございましたはい、続いてのゲストの方はこちらの方です。入ってください。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、どうも。はい、自己紹介お願いします。放送芸術家教職員の滝沢です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ相談の方早速どうぞ、はい、滑舌が非常に悪いんですけど、はいはい、どうすれば良くなりますかね。とりあえずやりましょう。これとりあえずやるわけじゃない、とりあえずやれるルールなんです。滑舌か、いやもうそれはもう生まれ持ったあれだからしょうがないんじゃないですか。いや、そういうのはさっぱりしてる感じだ。むしろちゃんと相談に乗ってくださいよ。早くさせてくださいよ。これ相談乗るあれじゃないですか。結構テンポ早くないこれもうちょっとじっくり聞いてよ、ちゃんと相談を。だってそんな気持ちがわからないですもん、私には。滑舌が悪いっていうのはなんか聞き間違いをされるとか、あ、そういう風になってくじゃないですか。どんどん内藤さんさせていきますねこれそういう悩んでるんですか。なかなかやっぱ聞き間違いとかあったりとかすると、はいはい、初見の人ね、初めて聞く人ってやっぱりね、ちゃんと聞いてないかなとかって心配になるじゃないですか、うん、はい、学生はいいんですよ。なんか、はい、だんだんみんな聞き慣れてくれば、はい、ちゃんとね話を理解してくれたりとかするのでいいと思うんですけど、ちょっと話が長いので短くしてきてください。短くしてくださいと、はい、そしたら喋る量も減るので。あ、なるほど。滑舌も関係ないと、バレずに。関係ないですか、ね、はい、はい、ということで以上です。はい、さよなら。はい、さよなら。私の部屋なんではい、ゲストの方は以上になりましたけど、他にも人生相談をもらったのでそれに答えていきたいと思います。放送芸術家講師の宮原さんです。夏が嫌いです。虫が多くて暑いからです。どうすれば夏を好きになりますか。夏はやっぱ海に行くといいですね。海に行くと虫はあんまり、まあ、いるけどいるけど山よりは少ないので、海に行ったら海水も気持ちいいし海に行くべきでした。京さんから、私は再婚できますか。そうですね、一回ちょっとあれなんで、ちょっとあんまそうですね、できません。はい、いかがでしたでしょうか。私は相談に乗るのがあんまり好きじゃないっていうか、好きじゃなくはないんですけど、相談乗れないのであんまり相談してこないでください。それではまた次回のユナの部屋もお楽しみに。バイバーイ。